キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあやってまいりました、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、うん、2024、はい、移籍先発表。もうあの単なる妄想です。そうそうそう、あの勝手にやってるだけだから。そうそうそう、いいんちゃうかって。だって、はい、トレードに出してあげた方がいいっていうのはポジティブだから、うん、だからおせっかい動画だね、はい、俺らが勝手におせっかいして、うん、このチームのここが足りないからこの選手ここに行くと、うん、よりウィンウィンでいいんちゃうかっていうね、うん、今ここにいるよりもこっちの方がワフルあるよっていう話ですよね。あるあるある、うんうん、っていうところで、はい、じゃあ終わってばっかりだからオリックスすぐ行っちゃう、はい、行っちゃいましょう、はい、うん、まあ、これね、はい、全部言いません、うん、ピックアップして、はい、そうですね、もうこの人はここだっていうなんか最適なところが見つかったら、うん、言います、うん、はい、ね、その中で、うん、山足選手、はい、おすすめ球団あります。ありますか。はい、あります、はい、うん、トレードに出した方がいい選手、山内選手、移籍先発表です、はい、広島東洋。おー、広島いいと思うね、山内、はい、やっぱオリックス編のね、うん、動画でも言ったけども、はい、もうパリーグの水に合ってないと、うん、そうですね、うん、でもウエスタンでは結果残してると、はい、でも広島相手にも打ってるから広島行ってどうすんねんっていう話もあるんだけどもね、うん、まあ内野、今年ね、まあ、二股君出てきてるけども、はい、まあシャイナーがちょっと不発でね、うん、ファーストもなかなかっていうところで、うん、右が、はい、まあ、上本とかね、うん、頑張ってるけども、まあ、俺はいてもいいんちゃうかっていうね、うんうんうん、山足がね、はい、でちょっと聖カレが怪我しちゃったっていうところもあるし、うん、右の、まあ、いろんなこともできて、うん、ファーストもサードも、ね、まあ、セカンドとかも流れるユーティリティで守れるから、うん、結構フィットしていけるんちゃうかっていう、枠がありそうなね、うん、ありそうな感じなのよ。一軍にいられそうな。そう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 、うん、で代打もね、はい、いけるしね、うん、だから堂林とかとね、うん、被る可能性はあるけども、はい、まあ、ワンチャンどうですかっていうか、うんうん、はい、しかもちょっと引っ越しも楽やん、うん、まあまあ西の方でね、まあ、神戸から広島だからね、はい、うん、はい、でそんなに環境もね、はい、変わんないだろうし、うん、ね、続いて、はい、ロッテから、うん、二木浩太、うん、移籍先発表します、はい、巨人もしくは DeNA。 おお、はい、はい、先発、やっぱり巨人、まあ、まあ先発やっぱもう1枚ぐらいいた方がいいんちゃうかっていうところで、はい、まあ、巨人、はい、あと DeNA も、うん、まあ、先発今でケイとかジャクソンとかいい感じで回ってるけども、うん、まあ、もう一人いてもいいんちゃうかっていうところと、うんうん、佐々木千早がはい、現役ドラフトで DeNA っていい感じになってるから、うん、こう二木も DeNA に行って先発を補っていくっていうところでは、うん、二木の俺は巨人 DeNA もいいと思うね、うんうん、しかもね、さっきの山下もそうだけどセ・リーグに行くから行きやすいやん、はい、出しやすいやん、うん、そういったところでは誰もらってくるとか知らないよ、はい、勝手にやってるだけだから、はい、誰と誰っていうとこんないらねえよとか言い出すのよ、うん、だからもうあの文句ばっかりつけてくるから、うん、誰と交換、これはもう全員金銭です、はい全員金銭、そうそう、全員金銭、はい、誰と買えるのやない、全員金銭、はい、はい、うん、で続いて、はい、ソフトバンクから、うん、袴田さんが三浦ね、あ、三浦くん、はい、うん、欲しいんでしょ、まあ、これ楽天いいと思うんですよねまあもうずっと東北にいた人なんで地元だしね、はい、地元は神奈川なんですよ、神奈川な、はい、でも高校からも盛岡大付属行ってるんで、じゃあもう、じゃあベイスターズ神奈川です、うん、あ、ベイスターズもありだと思います、だから、ね、うん、左だからね、はい、だからベイスターズか、うん、楽天もね、まあ、楽天結構左ピッチャーが今結構いるっちゃいるんですよ、先発、うん、でもそしたらベイスターズもいいんちゃう、うん、東に習ってな、うん、東に習って地元やからな、はい、だから二木を巨人で、うん、三浦をベイスターズ、はい、うん、番長と一緒の名前やしな、ね、三浦だから、確かに、うん、三浦銀次もいるし、三浦銀次もいる、三浦ばっかりも、はい、三浦半島もあるから、ね、うん、だから三浦 DeNA やな、うん、で、野村大樹、リチャード、谷川原、はい、これはね、うん、誰か西武誰かいや、なあ、まあ、野村大樹もね、はい、まあ、外野を守れて右っていうのもあるし、はい、うんうん、でリチャードはね、まあ、ちょっとあの渡辺君と被るけども、うん、ファーストサードいないじゃん、今の西武もね、はい、で谷川原はキャッチャーと外野を守れるから、うん、はい、そういった意味でも、まあ、キャッチャーと外野を守れたら、うん、まあ、外野固まってないですね、そうそうそう、ね、フィットするんちゃうか、誰か、うん、誰かね、うん、この野村大樹、リチャード、谷川原は誰か西武、はい、それがリチャード、はい、
日本ハムファイです。これがね、合いそうな気がしてならないんですよね。そうやろ、水谷と一緒の感じで。そうそうそう、あのやっぱリチャードは、うん、ソフトバンクの水が合ってないと、はい、環境的に、うん、やっぱりね、北の大地だと思うね、はい、そしたら化ける可能性ある。なんか新庄さんも好きなタイプっぽい気もしますしね。ね、うんうん、だから俺リチャード日本ハムは今のこの新庄さん体制、うん、非常にいいんちゃうかっていう、うん、ホークスがいいとか悪いんじゃなくてリチャードに合わない可能性あるから、うん、リチャードは日本ハムがいいと思う、はい、でもこの3人まとめてセーブっていうのも悪い手じゃない、うん、はい、で続いて、はい、楽天から、はい、滝中、はい、読売、はい、おお、あの楽天今ちょっと右の先発困ってるんですけど、いやでも使わへんやん。まあまあでもいたらね使う気がするんですけどね。使うんだったら使った方がいいよっていう、うん、使わないんだったらだから、はい、まあそうですね、うん、そう、まあ、そしたらまあ右の先発、うん、使わないじゃないですか。使わないでしょ、どうせポンセとか使っちゃうんでしょ。またわかんないだ使わないんだったらジャイアンツ困った時の、はい、うん、ジャイアンツ、うん、好きだね、うん、で続いて西武から、はい、本田圭佑、おお、広島東洋、おお、リリーフはね、カープもちょっとね、うん、あのバタバタしてるところあるから、はい、リリーフはね、うん、そういったところでパチコーンってね1枚増えるとね、うん、あの調整しやすかったりとかちょっとローテーション回せたりとか、はい、あのこうねガチガチっていかないね、島内もちょっと打たれたりね、うん、あの栗林もちょっとたまにねちょこっとやらかしたりする時もあるから、はい、やっぱ登板肩になってくるじゃん、うん、でそこにねおんぶ抱っこになってくるとまだシーズン半分ぐらいあるから、うん、疲れたら困るから、そういった意味でも本田圭佑カープね、はい、役割どころとしてはあるから、うん、俺はいいんちゃうかっていうところもあるし、リリ、うん、はい、であと浜やね、うん、まあ、DeNA ヤクルト、うん、左、はい、ピッチャーね今ヤクルトいた方がいいし、うん、浜やもいい感じだからね、うん、使わないんだったら俺は面白いかなっていうね。あ、日本ハム、はい、清水、あー、どこ行きます、あるんですよ、いいところは、はい、清水雄志、うん、移籍先、うん、中日ドラゴンズ、ありそうやな、あ、宇佐美も、うん、日本ハムから行って良くなってる、はい、うん、ですね、使われてるし、うん、清水もキャッチャーもできるし、うん、まあ、バッティングいいから、はい、軍事みたいに逆野手コンバートもいけると思う、うんうん、でそういった意味では、まあね、練習してサード外野とかもいければ、はい、ね、バッティングを生かせれるところもあるかもしれないし、うん、清水の中日打つよっていう、はい、まあ、キャッチャーも木下ね、宇佐美、あと門田もね、うん、とかもあるけども、清水もね、うん、まあ、あとキャッチャーじゃなくてもいけるから、はい、コンバートもいけるから、 それも見越した上での、うん、やっぱ打撃欲しいだろうしね、うん、ドラゴンズはね、はい、で、あのやっぱ右の外野がね、うん、鵜飼ブライトさんがちょっと出てこないっす、行方不明になってるから、そうですね名古屋球場の方行ってるから、はい、名古屋ね、うん、バンテリンドームからは行方不明になってるから、うん、清水ね、これいいかなっていうところと、はい、ね、今川、はい、ヤクルト、合いそうだな、合いそうだな、うん、しかもちょっと怪我人多いから、はい、ね、でちょっと浜田もね、はい、ちょっとこれなんか伸び悩みじゃないけども、うん、カツッとこうへんし、結局左になってんね、丸山とかね、うん、だから何気にいいんちゃうかっていうね、うん、そうそう、うん、だらここらが、まあ、ピックアップ移籍先選手かな、はい、うん、でもヒットしそうな感じありますけど ね、 うね、うん、阪神だけがなかったね、うん、阪神いる選手、笠谷とか欲しいですけどね、あー、笠谷はいいかもね、はい、大竹二世で、そうね、じゃあ笠谷は阪神に行こうか、じゃあそうしましょうか、うん、笠谷阪神、そしたらもう全部決まってよ、はい、だからまあ分けていくとしたら、うん、じゃあ巨人に、滝中、ね、で DeNA に二木、うん、で阪神に笠谷、うん、で中日に清水、うん、でヤクルトに今川、うん、で広島に、山足か本田、うん、で日本ハムにリチャード、はい、で野村リチャード谷川誰か西武、うん、で、三浦瑞希は神奈川出身ということで DeNA、はい、番長、うん、で佐藤弘樹はヤクルト、うん、これいいんちゃう、うん、いいんじゃないですかね、で浜谷は DeNA かヤクルトみたいな、うん、いいよ、うん、いいっすね、ありそうっすね、ありそうや、なんか誰かないですかね、当たったら逆やぞ本当ですねピッタチームまでぴったりみたいなチームまで、もうチームまでぴったりいったら、はい、佐
鳩崎スパイ説あるわ。ありますね。誰が教えてるわ。あともう平成にこれを見まくってる人に平成がこれを見て、はい、いけるのもらえるのかな、じゃあワンちゃん言ってみようかって言ったらいけた説あるよね、はい、うん、ありますね、うんうん、いやなんかちょっと当たってほしいですけどね、うんうん、ねえ、はい、まああるかも、まあ、基本的にはパ・リーグの選手をセ・リーグに考えたからね、うん、まあ、リーチャードの日本ハムとか、はい、ね、その外野手西武とかはあるけども、うん、基本パ・リーグからはセ・リーグ、セ・リーグからパ・リーグの方がしやすいかなと思って、はい、まあ、あえてそういうトレードの案にしてみたけどね、はい、はい、うん、皆さんどうですか、はい